東北新幹線の車内で薬品が漏れ、乗客ら6人が火傷などをした事故について、JR の調査では、けがや体調不良を訴えた人は11人に上ることが分かりました。今月9日、JR 仙台駅に到着した東北新幹線の車内で、乗客の手荷物から薬品が漏れ、乗客ら6人が火傷などをした事故で、JR の調査では、けがや体調不良を訴えた人は11人に上ることが分かりました。この中には、現場で対応に当たった JR の職員5人が含まれているということです。また、当時の対応について、JR 東日本東北本部の三林博之本部長は、避難誘導も含め適切だったとしました。駅とも連携をさせていただいて、いち早くお客様に車外にご避難をいただくということで、今回の事象におきましては、私どもとしてはできる限り適切な対応を社員のみんなが取ってくれたのかなと。JR 東日本は手荷物検査の実施について、利用者数などを考えると現実的には難しいとした上で、ポスターや案内放送で危険物の持ち込みに対する注意喚起を続ける方針です。